ラリー・ル・キーノ・ラリー・ル・キーノことローレンス・スル・キーノは、アメリカ合衆国のメジャーリーグ、ボストン・レッドソックスの CEO。また、ジョン・ W ・ヘンリーが運営するグループの一員である、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。プリンストン大学ではバスケットボールをしており、NBA のスター選手で、連邦上院議員にもなったビル・ブラッドリーと、チームメートで、1965年の、 NCWA トーナメントでは、ファイナル4に進出した。1967年に、同大学を卒業後、1971年に、イエール大学ロースクールを卒業した。メジャーリーグ、ボルチモアオリオールズとサンディエゴパドレスの社長兼、CEO を歴任した。在任中に、両、チームとも新しい球場を建設した。 ワールドシリーズのチャンピオンリングを1983年、2004年、2007年、スーパーボールリングを第17回スーパーボールで獲得している。兄弟のフランクル・キーノはペンシルベニア州のハンジである。ありがとうございます。